主人公は花神成を現実世界の呪術廻戦くらい大ヒットしている漫画ドラゴンランドの作者です。ドラランは少年ワンダという雑誌で絶賛連載中。ある日花神の作業現場にヘルプのアシスタントとして新人漫画家の宮間忍がやってきました。性格や人間性に難はあるものの宮間の漫画家としての技術は高い。宮間は人の絵柄を真似るのが得意で、どんなジャンルの作家でもアシスタントに入れば絵を完コピできる。ついたあだ名がカメレオン。ただ担当編集からは個性のない作家に価値はないと言われており、真似しかできないことに宮間はコンプレックスを抱えているんです。まだ宮間は連載を持ったことはありません。仕事終わり、花神と宮間は階段から転倒して病院へ搬送されました。そして気がつくと花神と宮間は魂が入れ替わっていたんです。いかにも漫画っぽい設定に戸惑いつつも、宮間の体に入った花神は元の体に戻る方法を探そうとしたのですが、花神の体に入った宮間はそれを拒否。宮間曰く大人気漫画作家になるという夢が叶った。何者でもないただのカメレオンが一流漫画家になれたんだ。この先は僕が花神としてドラゴンランドの連載を続ける。こんなこと言うわけですよね。それに対し花神は元の体に戻ることを諦め、若い体が手に入ったと少しポジティブに考えます。そして宮間の体で新しく漫画を作り、ドラランと同じ少年ワンダで連載することを目指していくんだ。目標はアンケートの人気投票でドラゴンランドを超える漫画を連載すること。この漫画竜とカメレオンは2人の漫画家、花神と宮間が漫画でバチバチにやり合う漫画なんです。病院から退院した宮間は救済してたドラランの連載を引き継いだ。一方花神は漫画家としてゼロから再スタートすることになるんだけど、連載獲得までの道のりは険しい。いくつか理由があって、まず第一に絵柄です。花神が漫画家としてずっと描き続けていた絵柄、これが魂が入れ替わった宮間のものになってしまった。宮間はコピーの天才だから、花神の絵柄に合わせて自身の絵柄を変えることは簡単にできるけど、普通の漫画家にとって自身の絵柄を変えることは相当難しい。もし花神が絵柄を変更せずに漫画を描いたとしたら、これってドラゴンランドのパクリじゃねとか、ドラゴンランドの花神を真似しすぎとか、コピーのモノマネとして判断されてしまい、作品の正当な評価につながらない。これが第一の理由。第二の理由は花神の感性。はっきり言って古い。宮間は花神の感性を致命的な弱点だと指摘しています。具体的に言うと、花神はヒーロー的主人公の漫画しか描けない。強くてみんなからも慕われてる主人公が冒険しながら敵を倒して困ってる人を助けるみたいな、そういう漫画しか花神は描いてこなかった。現実の漫画で言えばワンピースとかルローニケンシンとか、そういう感じ。もちろんそういう漫画僕は大好きですし、昔はそういう漫画が人気だったかもしれないけど、今の時代はちょっと違うよね。チェンソーマンとか呪術廻戦みたいにダークな世界観を持った漫画だったり、ヒロアカみたいに等身大の魅力を持った主人公の漫画だったり、坂本デイズみたいに憧れの人に追いつく漫画など、時代とともに読者の心に響く漫画って変わってくるんですよ。でも花神はその移り変わりに気づけていない。花神が新たに描いたヒーロー的主人公の漫画を読み切りとして掲載した時、アンケートのランキングは4位だったんです。決して悪い順位ではないけど、宮間のドラランよりも順位は下だったし、ドラランを超えるほどのポテンシャルはその漫画にはなかった。そんな花神は自分を成長させ、連載を勝ち取るためにワンダ編集部が企画した連載獲得新人合宿という番組に出演することになります。この番組は漫画家のリアリティショーみたいな番組で、参加条件が3つあります。2年以内に読み切りを初掲載したこと、その読み切りがアンケート7位以内であったこと、連載経験がないこと。この条件を全て満たした超新星のような漫画家しか参加できないのですが、花神を含めて有望株な新人漫画家が6名参加してきました。そして6名は編集部が1日1回出す課題に取り組み、その結果に応じてポイントを獲得していきます。合宿最終日にポイントが最も高かった人が少年ワンダでの連載権を獲得できるっていうのが連載獲得新人合宿のシステム。その課題に取り組む過程をエンタメとして動画投稿サイトで配信されます。この番組は視聴者から見たら純粋に面白いし、新人漫画家からすると一気に名を上げるチャンスなわけですよね。この番組で花神は若い才能と切磋琢磨することで、自分の感性が少し古いことを認識したり、新しい漫画のアイディアがひらめいたりするのかな、みたいな展開になっていきます。あと一つ重要なことを言い忘れていましたが、この合宿で最下位になってしまった人は少年ワンダのブラックリスト入りになります。ブラックリストとは、アンケートの不正操作や作品の盗作など作家としての道を踏み外したものが入るリストで、ブラックリストに入ったら連載はおろか少年ワンダと一切の仕事ができなくなります。リスクは大きい。だけど連載という優勝商品のリターンは大きい。なのでこの合宿は誰が優勝するのかだけでなく、誰が最下位になってブラックリストを辞してしまうのか、ここも見どころだったりするんですよね。この漫画はただ主人公が新しい漫画を模索するだけでない、他の漫画家と様々な試練にぶち当たりながらドラランを超える漫画を目指す花神の奮闘劇を描いていくんです。友情だったり漫画愛だったり、そういったところも龍亀は手厚く描くんだよね。ストーリーの紹介は以上となります。この動画後半では本作の魅力を3点ピックアップして紹介しますので、しばしお
付き合いをお願いします。まず最初の魅力、花神の人間性。花神の人間性については2つ特徴があります。1つ目は困難に立ち向かうのが大好きであること。例えば深山と体が入れ替わった時、自身が生み出したドラランと自分で競うことができると喜んで速攻で新しい漫画を描いてみたり、今まで花神が培ってきた漫画ノウハウをまとめた秘伝書を深山に渡して、深山の描くドラランのクオリティを高めたりするなど、自分の超える目標をより高くするために花神は自分自身でどんどん環境を変えていくんだ。そんな花神の口癖は竜は向かい風ほど高く飛ぶ。二つ目の特徴はオープンマインド。花神は自分の持つ技術や知識を周りの人間に教えまくります。例えば連載獲得新人合宿に参加した時、花神は自分が描いた漫画を他の漫画家に見せたり、自分の漫画の作り方を積極的に教えちゃうんだ。敵に塩を送りっぱなし。これって花神にとってはマイナスじゃねって思うかもしれませんが、花神がたくさんの人に技術を教えることで、逆に相手からたくさん意見をもらうことができる。すると花神の感性がアップデートされて、新しいアイディアが思いついて、より革新的な漫画を描くことができるようになる。こういった好循環が花神の人間性によって作られています。ここで本作の名言、竜は速くではなく高く飛ぶ。花神はめちゃくちゃ良い人間なので、本作は読んでいて気持ちいいんですよね。次に2点目の魅力、深山の成長。すごいですよ。花神の体を乗っ取ってドラランの連載を続けている深山、どんどん成長していきます。深山はただのマネっ子ではない。花神の体を手に入れた当初の深山は、ドラランは超大ヒット漫画なんだから、創意工夫しなくてもストーリーに沿って適当にちゃっと描いとけば別に何も問題ないでしょって感じだったんだ。でも花神の描いた読み切りが少年ワンダに掲載されるとき、恐怖を感じた深山は初めてドラランと花神に向き合います。ドラランのストーリー展開やセリフ回しを真剣に考え、花神の思考をトレースしたり癖を真似たりして、漫画家として覚醒を果たします。覚醒以降、深山の描くドラランの評価は一気に跳ね上がり、花神が描いていた頃のドラランが戻ってきたと読者の間で評判になるんです。しかも深山がすごいのは、漫画だけでなくファンさもすごかった。自身のサインをねだってくるファンに対して完璧な受け答えをして、花神のサインと同じサインを書いてあげたんですよ。漫画以外の生活でも深山は常に花神を演じているんです。この努力は称賛に値する。若くて技術もあってポテンシャルもあるのに、なぜ深山は花神と魂が入れ替わるまで漫画に向き合ってこなかったのか。もしかしたらこのあたりのエピソードが今後描かれるかもしれませんね。今から楽しみです。最後3点目の魅力、過去作。少しばかり話が逸れてしまうのですが、本作の作者石山亮先生には竜亀以外にも面白い過去作があるので、それをここで2作品紹介させてください。三つ首コンドル、常闇の三体党の一人であるマシュマロが世界を旅しながら魔女の宝を探す漫画。いびつのアマルガム、ガシャドクロの力で生き返った主人公が警視庁刑事部の霊下と一緒に酔う細胞を操る謎の組織サイと戦っていく漫画。もともと石山亮先生は集英社の週刊少年ジャンプで漫画の連載をしていました。三つ首コンドルもいびつのアマルガムもジャンプ漫画です。ただ石山先生には週刊少年ジャンプという土壌が合わなかったせいか、面白い漫画を描いても長期連載まではできなかったんです。今現在、石山亮先生はスクウェアエニックスの月刊ガンガンジョーカー、この雑誌で竜とカメレオンを連載しているので、興味のある人は月刊ガンガンジョーカーも要チェックや、世界情勢的なお話になりますが、ベルゼバブでおなじみの田村隆平先生は小学館でコスモスを新連載、シャーマンキングでおなじみの武井宏之先生は講談社でシャーマンキングの続編を連載するなど、ジャンプを辞めた漫画家、通称辞めジャン漫画家が最近漫画界を賑やかせていますね。次に重要情報を言います。今回紹介した竜とカメレオンは漫画アップというアプリで、途中までは全話完全無料で読めます。なのでこの動画を見て興味を持った人は、まずは漫画アップから読んでみてはどうでしょうか。それでは。